カール・エルンストフ・フカーフォン・グレト公爵、1909年、カール・エルンスト・マリア・フィデル・アルフレート・アントン・フッカーフォン、グレトは、ドイツ・バイエルン王国の主ンでスヘル、放送、停身同国の区内大臣、第一院議長などの兼職を務めた。白爵、1914年より公爵。キルヒハイム及び、オーベルンドルフの領主であったエルンストフ・フカーフォン・グレト、 伯爵とその妻の男爵霊場、マリア・フォン・キュンスベルクの間の第二子、次男として生まれた。メッテン修道院附属聖ミハイル・ギムナジウム、フェルト・キルヒノステラ・マットティナ・コーなどを修道会系の寄宿学校に預けられて育ち、ミュンヘン、ビュルツブルグ及びエアランゲンの初大学で法学を学んだ。判事となり、ドナウベルト町裁判所、パッサウト・ワンベルクの県裁判所、 リンダウアム・ボーデン税の軍裁判所を転々とした。1891年11月1日に、リンダウコ外ース城において、外交官、フリードリヒ・ホンクバット・ビクラート・イスニー伯爵の娘、エリーザベトと結婚し、間に3人の子女を設けた。1891年より世襲のバイエルン王国、第一委員議員となり、1911年からは、同院議長を務めた。 1913年、首相ゲオルク・フォン・ヘルトリング、内相マクシミリアン・フォン・ゾーデンと共に、夫を一世を廃して、摂政宮軍をルートビヒ三世として即位させる政治決定をした。その功労により、1914年1月18日に、新王より世襲の公爵に少女された。新人厚いカトリック信徒であり、自分の文章に、 神とマリアという名を付け加えるほどだった。教皇レオ13世は1901年、カールの事前事業に対する功績を称えて、大将グレゴリウス勲章の第十字章を授けた。1904年には、キルヒハイムの町よりその福祉的、文化的貢献、特に学校制度を拡充したことを称えて、同町の名誉町民とされた。また、1909年に開通した、 プファフェンハウゼン・キルヒハイム線路の不設においても、主導的な役割を果たした。1918年5月9日に、区内大臣に任じられたが、11月革命に伴う、王政廃止により、その任期は半年ほどで終わった。1922年から1938年まで、バイエルン提督、川瀬手型銀行の監査役会の役員に名を連ねた。 1931年からは、同銀行監査役会議長を務めた。妻との間に一難二条を設けた。オンラインゴタハットヒストリッシェコンミッションバイデア、バイロションアカデミーデアホイスンシャフテン、ノイエドイチェビオグラフィ、ハットケルハルト・ジェー・ベリンジャー、ブリジット・レグラー、ベリンジャー、シュワッピングス・エン・ミラー・ストラス・サウント・イーレ・ベッド・テンザン、アン・ウォーナー。ありがとうございます。